中の人がうつ病を患って1年半、ついに LDS2 の新作が投稿されたと思うんですけど、まだまだリハビリ。で、ニセコの隣はくっちゃん町でぼっち合宿中で、あ、これは何だって？ああ、それはドローンだよ。ルミナスタジオの所有するドローンは DJI のミニ2、重量 200g 未満で取り回しのいい小型機です。しかしこのドローンの業界、航空法がコロコロ変わって6月20日には機体登録の義務が発生します。本当はいつぞやのえりも町の収録で使う予定でしたが、風が強くてお蔵入り、そして今に至るということです。いやー、残念ですね。全くもって残念。ほーら、そう言われると飛ばしたくなってきたろう。おー、目が輝いておられる。え、今？いや、さすがに今はもう時間が時間だから明日にしてもらえんかね。うん、いや、言いたいことはわかるから、とりあえず今日はバロラントのダイジェストを作らせておくれな。あの、俺の動画の投稿。そして夜は明け、翌日お待たせしました、フライトタイム。ニセコの橋は湯の里駐車公園へやってきました。で、業務的な話なんですが、アロマのモーション合成がファイナルカットプロでもできるようになったので、編集も楽々になりました。やったぜ。北海道は凄まじく広いもので、札幌を抜け出せばドローンを飛ばせるスポットは意外に多くあります。というのも、これは2022年6月20日までの話、法改正後はそう簡単に飛ばせないのでご注意を。まあ、いいようになったら最近発売されたミニ3プロでも用意しますかね。撮影の幅は広い方がお得だし。というわけで、アロマに展開してもらいました。フライトの準備は万全です。よーし、じゃあ飛ばしてもらおうか。頑張れ。ちなみに俺たちはシャボン玉ゆえプロポを持ち上げられないので、何だか燃気っぽいものを送れば操縦できるかな。あ、いや、そういう設定なんだって。さあ、いよいよ空高く飛んでまいりました。実行からは実況、私、ルミナスタジオバーチャルビデオ屋さんテルナリ紅葉でお届けいたします。これは一発撮りの、ノーテイク、リテイクなしでございます。さあ、遠くに見えるのはニセコアンヌプリ、手前側に見えるのはモイワスキー場でございます。ルミナスダイアリーシリーズではここ3回ぐらい行ったことがある場所なんですけども、まあ、ここね、景色も綺麗でいいですね。さあ、ここで倍速でお届けいたします。ドローンはね、空撮の動画ってそんなにね、見ててね、ちょっと変わり映えしない映像ばっかなんでね、こうやって早送りした方がいいんですよ。そして湯の里の公園の周り、ここは昆布温泉っていうんですけども、この周りには結構保養地、社有保養地ですとか、ペンションだとか、まあ、コテージがいっぱいある地域なんですね。まあ、あんまり我々には関係ない話かもしれないんですけどもね。はい、それでは着地でございます。これどう見ても発着地ずれてるよな。発着地ずれてるよな。ああ、コンクリートも上に着地しちゃったよ。よーし、うまくできたようで何より。俺たちはビットみたいなドローン飛ばすプロだからな。もちろん設定上です。プロペラのドローンごときお茶の子さいさいってやつよ。さて、続きまして高速飛行をやってみましょう。スポーツモードにしてスピードアップです。お、これは自信ついてきたな。その調子でピューッと飛ばしてもらいましょう。さあ、飛来した、飛んできたドローンが高速で飛んでいきます。これは2倍速で飛ばしております。スポーツモードにするとこれだけ速く飛ぶんですね。いやー、こういうシーンなんだよね。ドローンで飛ばせるのって。これがいいところなんだよね。俺もちょっとドローンをね、早いうちから操縦しとけばね、よかったかなと思うんですけども。さあ、
今戻ってる最中なんで、これはオートリターンです。なので何も操作してない状態で、元の位置に戻っております。で、ちなみになんですけども、今画面の真正面の奥に見えるのが、チセヌプリという山でございます。ニセコ連山の中で端っこの方にあるんですけども、まあ、厳密にはニセコ町にはないんですね。まあ、ビテから遠いんですけども、で、そこに行くためにはこのままニセコパノラマラインという、道道を通っていくことになります。峠越えみたいなもんなんですけどもね。さあ、まもなく着陸でございます。こんな小型機でも意外に安定して飛行するものです。テクノロジーの進歩とは素晴らしいですね。あ、もしかしてもっとスケールのでかいところで飛ばしたい。そう言うと思っていました。ニセコパノラマラインを通って山のふもとから飛ばしてみましょう。あれ、これさっきの実況で言ったな。うん、とりあえず名前はチセヌプリです。レッツゴー。山の上まで来るとさすがにまだまだ雪が残っていますね。というわけで到着しました、チセヌプリ登山口です。どうやらアルマの要求通りのスポットだった様子。確かにここならダイナミックな絵が撮れそうです。まだバッテリー充電してる状態だからもう少し待ってくれな。 USB PD だから早く終わるとは思うけど、山頂がすごく近く見えるとのこと。確かに北海道の山はだいたい7月頃になってやっと登れる頃合い、5月の時点では早々登らせてくれない過酷な環境です。しかし雪解けもしっかり進んでいるようで、ダバダバと水が流れています。これ全部雪解け水です。これもあって北海道はあまり水不足に陥らないわけです。よし、準備はできたようだな。今度は風もそこそこ強いから気をつけて飛ばしてくれよ。ちなみに設定上、俺たちはニセコでペンションを経営していることになっています。だいたいアンヌプリスキー場の近くです。設定上はね。そう、設定上はね。さあ、フライト開始です。実況は引き続きルミナスタジオバーチャルビデオ屋さんテルナリ工業でお届けいたします。さあ、早速倍速になりました。いきなり噛んだな俺。いやー、素晴らしいですね。ここまで自由に飛べるようになるのと、あとはやっぱり山の傾斜がね、効いてるっていうのはね、綺麗にいい絵が撮れてるっていう感じがします。あとはさ、この奥側の方、ちょカメラ奥の方を見るとさ、やっぱりちゃんとね、雪がしっかり溶けて大地が見えるっていうのも素晴らしいですよね。そしてこのニセコパノラマラインのこの形状、峠を攻める人向けのなんか構造してますよね。うん、これだけ自由に飛ばせるとやっぱりドローンっていうか、ラジコンって結構楽しいもんだな。多分いい感じに飛ばせたようで、何より思ったより風は吹いていますが比較的安定して飛んでいます。お、何かチャレンジしてみたいようです。なるほど、チセヌプリの頂上を目指してみたいと。それはいいアイデアですね。果たしてこの機体で頂上へ行けるのか。アルマのチャレンジスタートです。さあ、ここからアルマのフライトチャレンジスタートです。離陸開始。このままチセヌプリの頂上を目指していただきます。倍速再生でお届けいたします。さあ、行けー。5555555555。さあ、頂上へ行けるか。どんどん高度を上げてスピードを上げていきます。何やらここでスキーを滑った跡も見えますね。あー、結構滑ってる人いるんですね。あっとここでスピードが止まった。高度の上昇が止まりました。
これは高度制限ですね。あと風が強いみたいで強風警報も発生しめちゃって強風警告が発生されています。これはなかなかこれはちょっと飛ばすことはできなさそうですね。おっと山の方を舐めるように、どうやら上へ登れる方法を探しているようです。さすがに高度制限に引っかかっている以上これ以上上へ飛ばすことは無理でしょう。しかも風が強い。このままだとドローン本体が飛ばされる可能性があるので、残念ながらここで諦めるしかないようですね。と、実はドローン、高度制限がありまして、それ以上に上がってしまうとね、航空法に引っかかってしまうので、これ以上は残念ながらフライトは不可能。アルマのチャレンジ失敗です。まあこういう日もあるのさ。次はもう少しだけついてますように。でもこういった環境でフライトできるのはいい経験。次にドローンを使うときは正規の手続きを通すはずなので大事なスキルです。まあアルマ本人は不満だろうけどね。とりあえず納得してくれたようなので帰路に着きましょう。確か帰り道はくっちゃんへ直接行ける道があったな。確かなんということでしょう。道路が雪で埋まってるではありませんか。さすがにこれは俺も予想外だぞ。何かしらの表示板もなかったし、どうすんだこれ。ちなみにこちらはニセコの秘湯とも言われる温泉、五色温泉。岩尾ぬくりとアンぬくりが目の前にある奥の地です。日によって温泉の色が変わる。泉質が5種類あるなど言われは様々ですが、評判はなかなかとのこと。泉質自体はおそらく登別に近いように見えます。硫黄の含む温泉は北海道では数少ないイメージもありますからね。近くまで寄ると硫黄の匂いが強くなってきます。しかしここで温泉の絵が撮れるのはいい感じです。雪解け水と混ざり合うポイントもありました。色がしっかり分かれています。で、まあそうだな、これだと引き返してアンヌプリを通るしかないな。ここ通らないってことは地図的に結構大変なんだよな。戻り道にはあの高級スキー街のヒラフエリアも通るし、まあ時間も時間だからそのあたりで昼飯でも買っておくか。クーポン4000円ももらってるし、ウォッチマオ。